特殊切手とは国家的宣伝、キャンペーン、文化財の紹介などの意図を持って発行される切手に対する故障である。特殊切手は毎年同時期に発行されるものや特定のテーマを与えられてシリーズとして発行されるものもある。また記念切手と同じように一定枚数のみ印刷され場合によっては販売される郵便局や販売機関。 郵便に使用できる期間までも制限されるのが特徴であるため記念切手の一種でもある。ただし、このような呼び分けは日本及び中国におけるものである。そのため実際には両者の区別も曖昧な面もある。また2008年現在、日本郵便は記念切手とシリーズ切手を一括して特殊切手と表現している。1898年に カナダで発行されたクリスマスの文字入り切手欧米圏における特殊切手に類する故障をする切手としてスペシャル切手がある。これは毎年恒例行事の際に発行される切手について呼ばれるものである。その類型に入るものとしてクリスマスにクリスマスカード用に用意されるクリスマス切手やバレンタインのラブ切手、そして中国や日本など年賀状に使用する。 年賀切手などのようにその季節の行事のために挨拶状を郵送するために大量に使用される。また独立記念日のような恒例行事を記念する切手や特定のキャンペーンをテーマにするような切手が毎年発行されるが、こちらは記念切手の性格も持つ切手であると言える。一方、欧米においては日本でいうところの特殊切手はすべて記念切手の範疇に含められてしまう。 ただし観光宣伝や文化財の紹介など何らかのテーマで発行される切手は世界各国に存在する。日本における最初の特殊切手は1935年12月1日に発行された年賀切手である。日本ではすでに1899年から年賀郵便特別配達のサービスを行っていたがこの時初めて発行されたのが 昭和11年用年賀切手であった。特定のテーマを選定して、シリーズ化した特殊切手として、国立公園切手がある。1936年7月10日に、富士箱根国立公園の風景を描いた4種セットが発行され、1941年まで8回発行された。そのうち2種は当時日本の統治期の台湾の国立公園を描いたものであり、 全国発売はされず、台湾と東京中央郵便局のみで発売された。なお、国立公園のシリーズは、戦争による中断を挟んで1956年まで、続けられた後に1962年から1974年まで、再び発行されたため切手収集家は前社を、第1次国立公園切手、後者を、第2次国立公園切手と呼称する。 また、日本で、発行時に記念切手か特殊切手かの分類方法として、切手発行日当日に使用される初日印がある。記念切手では、毎回特印と呼ばれるデザインされた消印が使用され、これによって初日カバーなどの制作に使われるが、特殊切手では長年にわたり、使われることはなく普通切手と同じく、初日カバー制作時には、 不敬印もしくは鳩印が使用されていた。ただし、1974年2月20日に発行された、昔話シリーズ第2週、鶴女房からエイリハト印が使用されるようになった。そのため、エイリハト印が使用される場合には、特殊切手と言えるため、以前から、特員が使用されていた、切手趣味週間や、国際文通週間などのキャンペーン切手は、 記念切手扱いであると言える。また、特員が使用されないふるさと切手も特殊切手と言える。ありがとうございます。